チャオ、泡田抜きひろまるです。今回はですね、因子継承したい固有スキルを持つ星1星2ウマ娘っていうのを5人紹介していきたいと思います。まず注意事項なんですけども、因子継承において固有スキルは今このアグネスタキオン星1の状態のものなんですけども、この時因子継承で緑スキルで固有スキルがありません。このタキオンは星3になっているんで、固有スキルが出てきているっていう状態なんですけども、星1星2のウマ娘の状態では、固有スキルが継承されないので、ここは星3にあげる必要があります。そういった点で今から紹介する5人は星3に才能開花するんがおすすめです。ほな早速いきましょう。はい、このウマ娘の一覧にやってきましたんで、まず1人目から発表したいと思います。1人目がもともと星1のウマ娘で、ナイス姉ちゃんですね。ナイス姉ちゃんのこういうスキル、もともと星1から2の時は私もたまにはねっていう名前だったんですけども、星3以上になるときっとその先へっていう名前に変わります。内容的にはレース終盤で3番手の時に負けそうになると闘志に火がつき速度が上がるっていうスキルなんですけども、このスキルめっちゃ発動しやすいし強いです。僕もお気に入りの固有スキルの一つなんですけども、発動条件的にはレース終盤に4位から3位に上がるだけでこのきっとその先へは発動します。なので客室的に先行とか差しに相性が良くて、他の馬娘に継承しても全然育成のシナリオとか、もちろんチーム競技場でもほんまにこのきっとその先へは強い部類に入ってくると思うので、個人的にナイス姉ちゃんは全体的におすすめの一人に上がってくると思います。ほな続いて2人目の発表していきたいと思うんですが、2人目はこちらです。アグネスタキオンですね。アグネスタキオン星1から星2の時は名前はイントロダクションマイボディっていうスキルだったんですけども、星3になるとこの UMA2 っていうスキルの名前に変わります。内容的にはレースの後半控えてると持久力が回復するっていう回復スキルで、発動もほんまにしやすい、めちゃくちゃ有能なスキルやと思います。発動の、まあ、条件というか状況的にはレースコーナー、後半のコーナーでだいたい先段から3位から6位7位ぐらいに控えとったらこの固有スキルは発動します。なので客室的にもさっきのネイチャーと同じく先行とか差しでほんまに発動しやすいスキルですので、育成で継承するもよし、そのチーム競技場でもうこの固有スキル持っとったら回復も安定してスタミナを切れにくくなるんで、ほんまにおすすめの一つやと思います。なのでこのアグネスタキオンは全体的にも、おすすめの一人に上がってくると思います。ほな続いて、3人目の発表したいんですが、3人目からもともと星2の、キャラになります。こちらダイワースカーレットですね。ダイワースカーレットはこのブリリアントレッドエースっていう星3の、スキルなんですけど、もともとレッドエースっていう名前でした。星3になるとこのスキルに変わってレース後半で1番をキープし続ける力を発揮するっていうスキルなんですけども、このスキルほんまに発動しやすくないですか？ダイワスカーレット育成してるとき、皆さん、このダイワスカーレットはチュートリアルでもらえるので、全員育成したことあるとは思うんですけども、ほんまに発動しやすい、こういうスキルの部類に入ってくると思います。しかも、逃げでもいいし、先行でも発動しやすいんで、このブリリアントレッドエースはほんまに優秀やと思います。発動条件的には、まあ、状況的には、まあ、レースの後半1位になって、後ろにちょっと差をつける、1馬身ぐらいかな、1馬身ぐらい差をつけるっていうのがこのブリリアントレッドエース発動する、条件なんですけども、逃げでそのままずっと先頭にいて後ろが迫ってきても発動するし、もともと先行で客室を選んでて、もともと先段一番最初の先頭のやつを抜いて1位になった瞬間でも発動するしで、このブリリアントレッドエースは前目の競馬をする時にほんまにこの固有スキルっていうのは発動しやすいし強いスキルなんで、個人的にほんまにおすすめの一人に上がってくると思いました。なのでダイワースカーレットは全体的にもおすすめの一人やと思います。ほな続いて4人目の発表したいと思います。4人目はこちら、スーパークリークですね。スーパークリーク、もともと星2の時はレース中盤好位置にいる時に持久力少し回復するっていうクリアハートっていう名前だったんですけども、星3になるとこのピューリティオブハートっていう名前に変わって、
レース終盤高位置にいると、持久力が回復するっていうスキルで、このスキルもほんまに発動しやすくて、しかも回復、クリークやっぱ回復に恵まれとるなと思います。サポカでもマエストロもらえるし、自分で覚醒レベル5にしても自分自身育成の時もマエストロを取れて、この固有スキルもあって、ほんまにクリークはもう回復のデパートやと思いました。ほんまに強い。この固有スキルはほんまに発動しやすくて、状況的にはレース中盤で、順位的にも、先頭先段の、2位から6位ぐらいで発動するっていう感じになってます。なので、客室先行でもいいし、差しでも発動しやすいと思います。他の馬娘にこのピリティオブハートを継承できるっていうのもほんまにありがたいこのスキルやと思いました。なのでスーパークリークは全体的にもおすすめの一人に入ってくると思います。はい、ほな最後の一人発表したいと思います。最後はですね、このゴールドシップですね。ゴールドシップは星2の時、この名前は波乱注意報っていう名前だったんですけども、星3になると不沈艦罰病っていう名前に変わって、もう名前がもう沈まない船が怒りを上げて出航するみたいな、もう名前がかっこいいですね、ほんまに。んで、スキルの内容的にはレース中間からロングスパートをかけて速度が少しずつ上がっていくっていうスキルなんですけども、これも発動しやすくて、もう追い込みならまず間違いなく発動します。で、差しでも結構発動することがあって、条件的にはレース中間付近で順位が全体の半分より下だったらもう発動します。なのでこの固有スキルですね、発動しやすいし強いです。ほんまにチームレース上でこのゴールドシップが長距離で強いのは、この固有スキルが強いっていうのも一つ理由の一つに上がると思うんですよね。なのでこのゴールドシップの固有スキルを他の馬娘に差しとか、まあ、追い込みとか馬娘育成するときは、この固有スキルを継承するさせることができたら、その馬娘自身もほんまに強くなるので、このゴールドシップはおすすめの一人に上がってくると思います。ほなこの辺で動画を終了をしたいと思います。ぜひ皆さんの好みに合わせて因子継承だったり育成していってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。この動画少しでもいいなと思ったら、ぜひチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。ほなアリーベデルチ。最後まで見てくれてありがとう。動画投稿の他にも生放送とかやってます。ぜひチャンネル登録とコメント、それとベルマークみたいな通知をオンにしてくれたら嬉しいです。ほな次の動画でお会いしましょう。アリーベデルチ。